3月29日福岡ソフトバンク戦、ルーキーイヤーの今シーズン球団初の2桁勝利とリーグ4位となる186回3分の1を投げ、規定投球回に到達しました。2009シーズンにはホーム開幕戦となる4月7日福岡ソフトバンク戦から4試合連続となる完投勝利を収め、自身初の月間 MVP に選出されました。2011シーズン東日本大震災により異例のシーズンとなったものの、投球回は自己最多となる224回3分の1を投げ、今年最多勝利、最優秀防御率、最優秀投手、最多完投など4冠を達成。2012シーズン6月29日には通算327人目の1000投球回を達成。2013シーズンには驚異の勝率10割で24連勝を達成し、楽天イーグルス初の優勝に大きく貢献しました。そして2021シーズンに楽天イーグルスに復帰。2022シーズン5月3日北海道日本ハム戦で通算181人目の NPB 通算1400投球回を達成いたしました。田中将大選手、おめでとうございます。Thank you.